遥かゆくて耐えぎる妖怪へ。
上長来南無大慈大師の観世音菩薩様、このような様では皇帝使命を果たすことはかないません。何とぞご加護をたれたまいて、この三蔵をお守りくださりまするようお願い申し上げまする。八代三女、京都住まいよ。時に三人の従者を探すゆえ、それを従えて、次よく使命を果たすがよい。夢疑うことあるべからず。三女、まず汝の客観を見よ。神戸を転じて、足元を見よ。三蔵様、三蔵様、お経は、お経は、三蔵様。私は何者じゃ。そもそも私は石より生まれた石ざるにて、水蓮堂の隣、知り俺を力に天涯下界、あまり暴れたのでお釈迦様にとうとうこの山に閉じ込められた。さてもそれから夜も昼も心を清めて、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えた御利益で、南無夜観音大菩薩、拝むも尊や優しい声で、三蔵法師がこの道行くゆえを許し願うてお供いたせよ。ありがたいこととあなたのおいでおば、今日か明日かと朝な夕なお待ち申しておりました。へい、しかし見ればそちは猿の分際で。いいえ、猿と申しましても天に昇りまして位をいただき、聖天大聖と名乗っているのでございます。猿の中でも王様になっておりまして、
もう決して乱暴したり暴れたりいたずらいたしやせん。どうぞお供させておくなせんやし。そうか、これもありがたい仏縁というものであろう。どうぞ私を助けておくれ。では私はありがとうございます、ありがとうございます。もう何だす、足一人寄りやすりゃもう千人力も万人力もいりやせん。どんな敵が来ようが首玉とつかめてキャッキャッキャッとひねって叩きつけてこうひんのばばばばば。そんな乱暴いたしやせん。どうぞお供させてくださいやし。どうぞお願いいたします。頼んだぞ。じゃあ参りましょう。泣いてやんな。おじさん、ちょっと行って見てやんやつから。ねえ、もし金蘭ドンスの帯締めながら、かわいくにゃんなで泣くのですか。学問に嫁がれたんだね。よし、じゃあ万事足に任せてくんない。きっとせずあっしは懲らしてやっつけてやりますからね。まあまあ見てるで。出ますか。どれ。イーリャンさん。ねえ。まあ。どうぞ。うまいもんですよ。じゃあね、あなたはあっち隠れてやって、あっしがギュッとひねってやるからね。じゃあ頼んだわよ。ええ、よわす。来やがったな。よし。私は可愛い子豚の子、歌が好きでいつでも歌を歌ってほがらかだ。あの山越えての越えて、私のことを世間では豚だの豚だと言うけれど、豚がいなけりゃとんかつもできないでしょ。あら、とんでもない。
私の可愛いお友達、優しい綺麗なお嬢さん、いつでも寂しい顔ばかり、歌でも歌ってあげましょう。お嬢さん、こんにちは。怖くない。あ、そうか。え？共に歌えや友よ。共に歌おうよ。ララララ、な優しい調べ。だって化け物のくせにしやがって、まただらしのね化け物だな。そうだ、これでもくれい。うわっ、うわっ、うわっ、怖いよ。何が怖いよだ。はい、てめえ豚の化け物のくせにしやがって、あのお嬢さんをさらわぬとんでもねえやだ。寝ろ、さらじょこに。やめなさい。なんという乱暴なことをするのだ。でもお師匠様、こんな奴を生かしていては今後何ですか。わかりません。こいつは女性の敵でした。もう決して悪いこといたしませんか。どうぞ命だけはご勘弁ください。およしよし、もうせぬとあらばその三蔵が許してあげよう。あなた様はあの三蔵法師様です。これはこれは面目次第はございません。三蔵様の前でこんな醜態を演じまして、なんと穴があったら入りたいようなもんでございますが、あいにくと私の入るような大きい穴がございませんので。何をくだらないこと言ってやんだ。これは失礼いたしました。実は私はあなた様のお弟子にしていただいて、天竺とやらへお供をしたいと思いまして、おいでをお待ちしておりましたんでございます。おお、お供は俺一人たくさんだよ。おめえみたいな薄みってもねえもんと一緒に旅ができるか。わしは恥ずかしいよ。そんなことをおっしゃらないで、私はこう見えても心はいたって優しいんでございますか。どうだか分かるんけ。ああ、よしよし、袖振り王も多少の縁じゃ。願いは聞き届けてやる。そもそも今宵万安道中の塔
から。あ、そうじゃねえんだよ。おい、ちょっと手出してくれよ。カッパの大王カッパ様、坊主頭のシャリコベ、集めて1万人のエコーショーとて現れた。なんだ貴様。いけない。でもお師匠さん、今度だけやらせてください。いけない。この三蔵殺生は許さんぞ。あなたも三蔵法師様で、これは知らぬことと申せ、とんだご無礼を。ああ、分かったよ。どうぞ許してお供させてくださいってんだろ。そうだよ兄貴。おめえ話が早いや。とんでもねえ。天みたいなな、動物園にもいぬような化け物とお付き合いをお断りだ。まあまあ、そう一概に言うものでない。これも観世音菩薩様のありがたいお引き合わせかもしれぬ。したが、お前は僧侶をたくさん殺めたと申すが。そうなんです。それが今となっては誠に残念で。ふん、名言ごますりやから。まあできたことは仕方がない。お前が本当に心を改めたかどうかは、わしが祈ってみればすぐわかる。さあ、わからねえ。なんて書いたんだろう。なるほど。うん、わかんのか。うん。なんて書いたんだ。一番上の字が血だ。うん、それから次が、うん。おい、そう小出しに言わないで、いっぺんに言えよ。じゃあ、読むで。ちんぷんかんぷん。はい。これ。何もくだらぬことをしておるのじゃ。あれにはこう書いてあるのだ。旅人よ。行きて謎を解け。旅人よ、行きて謎を解け。何のことなんだ。何か知らぬが、我々はありがたい仏に仕える身ゆえ、あまり邪習の習わしなどには従わぬがよい。じゃあ、出かけよう。
三目や。じゃ遠慮なく頂戴します。千里眼で見てあげる。これで見ると八戒は化け物の虜になったらしい。おお、不思議なもんですね。よく見えるもんですね。そりゃ見えるさ。これがテレビジョンというやつだよ。お前なんか山子の猿だから何にも知るめ。何猿だ。もう見てみろ。今日帰ってカッパの千六本に立つ、お前たちは仲間の難人を見殺しにするのか。そうだ、こうしてらね。じゃあ、お師匠さん、私はこの尿分乗っかってちょっと精査してまいりやす。尿分、飛行機になるよ。イーリャン、サン。初めて乗ったよ。えい、俺、
しようなもんだな。そんなことはお手の子先生だ。面倒だからみんな一度にかかって来い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 。おらおっさん、しゃれたことをおっしゃいましたね。三蔵法師の手下と聞いたならば、なんで行かしておかれおべ。我々全世界の化け物たちは力を合わせて三蔵を天竺にやるなと申し合わせをしたな。あのね、若者、それ、かかれよ、かかれ。次、いいじゃん、さんと。Thank you.
人に出してくれん。いいりゃん、さん。すり。悪いが、その中でもお前が一番悪い。え、もちろん悪い。お前たちは仏に仕える身を持ちながら恐ろしい殺生会を犯した。殺生会？殺生会ってね、お師匠さん、私たちがやらなかったら俺たちはやられちゃうんですね。そこですよ、お師匠さん。つまりね、その法律でいうところの正当防衛というやつでね、ああいう場合はいいことになってる。そう、そうですよ、お師匠さん。嫌いで言いつけてもらわなきゃな。はあ、嘆かわしいことを聞くものだ。
いずれの場合にせよ仏門では許されぬことですぞ。じゃあ何ですか、俺たちにこの手放しで殺されるとこういうんですか。あ、そうですか。仏門だか蜂の頭だか知らないけどね、なんなしゃごめんごめんじゃ。ええ、嫌ですよ。縁起でもね、殺されるなんて飲んで。まあ、じゃああっしゃでも今日から知りませんよ。ね、なあせっかくですがね、あっしゃこんな耳ちやか今日限りお断りしますからね。ごめんください。さよなら。あいて。いて。あい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 。俺。いつの間にこんな。あい。しょ。坊主。やれ。これ悟空、よく聞けよ。それは観世音菩薩が汝に授けられた金相寿と申すものじゃ。汝心がけの治らぬうちは未来永劫に苦しむぞ。かもしれないし、絶対に今接種いたしなきゃ。おっさん、どうぞ勘弁してください。何、接種をせぬとな。さらば。やっといたことがくれた。お師匠さん、どうもありがとうございます。ちょっと休ませてくれませんか。さあさあどうぞ。冷たい水もどっさりございます。西の風もそよそよ吹いております。ああ、なるほどね。さあどうぞごゆるりとお休みくださいませ。さあ勝ちきるね。あ、これは本当に砂漠のオアシスってもんだな。じゃあおじさん休みましょう。どうぞどうぞ。さあどうぞ。これありがたいね。よかったなおい。もしやあのあなた様は三蔵法師様ではござりませぬか。いかにもさようじゃが。まあ今日はなんて良い日でございましょう。実は女王様の命を受け、もしも三蔵様がお通りの節は厚くおもてなしをするがよい。ありがたい物価にあやからしていただくようにとの仰せでございました。さあどうぞごゆるり遊ばして。それは近頃ご奇特なこと。ではお言葉に甘え、冷たい水など汽車に預かろうか。さあさあどうぞ受け遊ばして。うん、これは千番かたじけない。
道地の水はまた格別な味わいです。これは匂いの花園に湧く泉を汲んだものでございます。道理で飲んだ後まで何とも言えぬ良い心地がいたします。ああ、にわかに旅の疲れが出たせいか眠とうなってまいった。ねえ、一杯だけでね、聞きなくて言わねえでよ。本当だよね。おいおいおい、しめしめ。お師匠さん、昼寝始めたぜ。おい、ほらほら、この隙にな、あのたんまりおいしそうになれ。
の三蔵と申す方はなんとご立派な方であろうか。それに引かえそばの二人はなんとしたことじゃ。ただめき男の中でもクズであろう。見苦しいゆえに早々に取り捨てい。この国に新しい主が来られたのじゃ。わらわはこの方の帰宅となるのじゃ。さればこのめでたき日を祝うて宴の用意をしや。何者よ。わらは煩悩国のヨーヨーと申す者じゃ。わらはそなたの妃となり、そなたをこの国の王となすのじゃ。下がれ煩悩の女王よ。仏に選ばれたる者に近寄るな。まあそなたの声は美しい楽の音のようじゃ。下がれ煩悩の女よ。そなたの姿は黒金の岩尾のように強く頼もしい。汚らわしい。わしは社門のみ、女人の近寄ることはならん。まあきついこと。わらわの願いどうあっても。ならん。願いを聞き入れるとあらば致し方ない。不憫じゃがそちを食べてしまうぞ。皆の者、この坊主を台所へ下げ。鬼ごっこ。ダメよ、娘。娘、みんなインチキな顔しないよ。そんなに、そんなにやつ、痛い、痛い。いいわよ。よし、さあ、捕まえるぞ。私はそう言い
だから言わないことじゃないよ。あんまり食いすぎるからこんなことになるんだよ。お腹が痛いんじゃないんだよ。俺胸が痛いんだよ。あ、そうか。いや、わからないよ。俺は生まれて初めてセンチメンタルってことを覚えたんだよ。あ、そう。ああ、そうか。ああ、いいよ、いいよ。わかるよ、わかるよ。まあ、聞いてくれよ、校長。ほらな、生まれて、初めて、ここんとこが、ぽーっと熱くなってきたんだよ。もう俺は、お師匠さんのことも、悟空のことも、何も考えられないんだ。世界中で、一つのことしか考えられないんだよ。まあいいよ。あの、向こう行って少し落ち着こう。まだそんなこと言っちゃうの。おい、どうせよ、人の頭なんか殴んの。誰も殴りゃしないよ。殴ったじゃないか。ああ、いいや、いいや、まあいいから、おいで。ね、あいた。なんだ、人が親切言ってるのに、なんでって人の頭殴るんだよ。俺は殴りゃしないで、お前が殴ったじゃないか。殴ったじゃないか。ちきしょう。やい、てめえの親切ってのは殴ることなのか。誰も殴りゃしないよ。殴ったじゃないか。もうおめえこそ俺が今こっち向いた。いて。あいた、この野郎、もう承知できねえ。バカだよ、バカだよ。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 からしにお塩、みな取り揃えてござります。それではあっさりと塩だけでいただくことにしよう。おお、いつもながら女王様のご趣味のよいこと、ひたすら感激申し上げます。いやいや、わらはとても一旦夫と選んだお方を食べとうはないが、聞けば高層知識の肉を食ろうときは立ちどころに物価を得て3000年の弱いを保つとかや。わらわもやっぱり女の端くれ、いつまでも若く美しくありたいのじゃ。うん、みんなのお師匠様の料理を食いたそうに譲ったらするじゃ。なんとかなかじゃ。おい、なんとかしろよ。なんとかしろよ。なあ、なんとかしろよ。あ、そうだ、その匂い棒だからいつもやるようにいやーってやっちゃうよな。じゃあやってみるか。どう。おい、匂い棒頼んだぜ。いいりゃん、さん。いいりゃん、さん。いいりゃん、さん。やっぱりダメか。おい、どうしたんだ。どうしたんだよ。聞いてくれ。俺がな、天から実を授かるときに女には聞かねえって言ったが、やっぱり本当だったんだよ。そりゃ困ったな。女は守らなくてが本当だな。うん、いいことだから。もう、なんだ。おい、これは俺に任せてくれないか。ちょっと自信があるんだ。いいよ、見えてきていいね。宵越しの兵力玉みたいにふわーふわしてね、全く頼りねえんだからな。大丈夫だよ。俺はさっきこう、いささか自信を得たんだから。な、この場は俺に任せてくれよ。ちょっと行ってくるぜ。な。さあさあ皆さん、ご覧よご覧よ、ご覧なさいご覧なさい、素敵な瞳ご覧なさいご覧なさい、かわいいエクボ、ほら心も姿も美しく、世界で一番いい男、おまけに金もある。ご覧なさいご覧なさい、この優さ姿ご覧なさいご覧なさい、このしなやかさ、誰が一番幸せでしょうか。あたしを夫に選ぶお方は。ええ、見殺し、この化け物を取り捨て。ああ、ああ、はっかいだ、だらけねえ。ほな、お女に連れてかせや。ああ、ちくしょう、もう我慢ができねえ。やけくそだ、近場でこれ言ってやろう。無理するな、お前は大丈夫だ。おい、よせ、おい、やれそれ、我こ
せは六根山の預言者、別根祭なるの底なる三蔵法師の料理を食うときは仏罰にあたって、立ち罰にて主役者の目星ババアとなり、あらまわたやこんなおばあさんじゃありまへんよと言ったところで始まらず、ああ、恐ろしや恐ろしや、夢夢を疑うことなかれ。やかましい、下がれ。どうしよう、どうしよう。お師匠様が食べられちゃったぞ。どうしよう。見せらんね。ねえ、観音さん、あんたなんすか、お師匠さんを見殺しにする気ですか。ねえ、なんとか助けてやってくれ。お礼いたし、お願いいたします。ねえ、観音さん、ねえ、そうだ、この足の犬して帰れるなら、どうやってお師匠様が助けてやってくれ。お願いいたします。お願いいたします。ねえ、観音さん。あまりに不憫なのでここへ呼んだのですよ。そなたが師匠を思う真心の並々でないことをよく見届けました。褒めて使わず。ありがとうございます。貴様、観音様、何卒お師匠様を少し早くお助けください。お願いいたします。お願いいたします。心配はいらぬこと。三蔵はこれ僕と呼んであります。お師匠様、よくまくご無事で。観音様、どうもありがたい、ありがたい、ありがたい。下界の三蔵の姿は小石を身代わりにしてあります。悟空、やっと籠が編めました。今怪物の正体を見せてあげましょう。一緒についていらっしゃい。はい。ほら、あそこに古い沼があるでしょ。あ、このカゴであの水をすくってごらんなさい。はい。お、金魚だ。これをご覧なさい。何時らを悩ませし怪物、この金魚です。心迷いて煩悩の淵を望むときは一介の金魚にもかかる苦難を送るもの。夢夢心を許すものにあらず。